やばい。声聞こえる？声聞こえるかな？大丈夫？声聞こえるかい？天気がやばい、マジで。めちゃめちゃあれで、ごめんね、お茶箱のお礼とか言えないって、後でまとめてお礼のメッセージ送るから。これ今回やばい、もうあの、事故起きるよ、だって。あれ倒れてんだもん、見て。あの屋台みたいなの。
クは持ってきてるんだけど。そこ立っていて、そこに立っていて、うん、どう？どう？音、声どう？声どう？ちょっとそこ立っていて、そこ、え、そこに立っていて、馬がいる、ほら、馬が、うん、馬がいる、馬が、ほら、馬がいる、馬がいる、馬と馬が、ほら、こういうなんか、これも馬がいる。よいしょ。いや、声大丈夫？音声はさっきより良くなったかな？聞こえ良くなった？良かった良かった。知ってる？あの人。みんなあの人知ってる？やばいよ、ね、この天気だと馬も中止なんだって、うん、やばい立ってられないんだもんね、立ってられない帰ろう、もう、もう今日はダメ、死ぬ、もうね、間違いなく金杯が吹き飛ばされる絵しか見えない。あの、登山経験がなくて売名できるって言って来てる不安し、死ぬって。どこから来たんだろうな。靴見るとちょっと行ったね。そう、汚れてないから多分上まで行ってないと思う。何個目から来たか聞いてきてよ。いや、何個目から来たんですか。何個目、まあ、ただ頂上から来ましたったらめっちゃ頂上まで行かなきゃいけないから。じゃあ聞くのやめる。じゃあ俺聞くのやめる。え、何個目から来たんですか。あの人たちは登ってそうじゃない、ヘルメットの人たちは。ね、奥の人たち、俺さ、結構コミュ障なんだよね。大丈夫ぼじ合ってるのにさ、何してる。大丈夫、ぼじ合ってるんだよ。上まで登れました？仕方された聞いたのに仕方された。じゃあ、うるさいやつ待ってて。じゃあ、あれはもうほっといていいの、あれ。あれ、あのね、分かる。とりあえずあのバス停まではトゥクトゥクで乗せてきたけど、あとはもう別行動だから絶対あるから、もう別行動。ああいうのふざけてさ、こっちの責任みたいな。そう、ああいうのが落ちて死んだらのりちゃん叩かれるやつ。やばい。脱落しますけど、風の音もやばいね。
ててこれなんだぜ。マイクに風防つけててこれなの。何言ってるか聞こえない？今は？今聞こえる？ああ。風が強すぎてこれでもダメ。今聞こえてる？オッケー。風に負けちゃうんだな、風の。ここ入れてくか、こうやって。あ、これで聞こえるんじゃね？今。うん。よし、行こうか。一回ね、多分ね、電波ね、切れると思うけど、この後。うん。オッケー、オッケー。いや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 、これは。いや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 。いや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 、これは。野田さんは来てないな、そういえばな。来てないぞ。うん。荷物預けれますよ。ん？よいしょ。ぼちぼち。のりちゃんもいるからな。うん。風やばい。大丈夫のりちゃん。大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。じゃあちょっと歩きますか。あとでのりちゃんも来るだろうから。いや、どこまで行けるかね。どこまで登れるか、この風と雨で。で、雨も上の方が絶対強いから、雨風は。なあ、ちょっと暗くなっちゃうねな、これな。一回な。よいしょ。アウトカメラでちょっと行こうか、こうやってな。野田君まだバスの中なんだ。いや、ところどころ雨が止んだり風が止んだりするけど、あれトゥクトゥクあるじゃん、トゥクトゥク。あれあれ、便所太郎のトゥクトゥクじゃね。トゥクトゥクある。これ、ね、なんかあの、エンジンないっすよ。これトゥクトゥク、あれ俺のトゥクトゥクここにあったっけ。大きいトゥクトゥクだった。うん、よし、塗装し直したみたいなね。まあ、俺は今日はね、まあ、なるべく登るよ。なるべく登るけど、な、行けるとこまでだね。頑張ろう。うん、さっき下山してきた人って、あの、8号、高8号が限界だっけ？今日はね、今日参加で一番俺が年上なのかな、わかんないけど。うん。水ちょっと離れて、あの、やったほうが、声、お互い声が入っちゃうとあれだから。目で見えるところにいればいいわ。大きな水たまり、うん、あれ亀の甲羅みたいになってるね、ね、あれあのスーパーマリオのボスでいい、あれスーパーマリオのボスじゃないこれ、ね、これスーパーマリオだよね。それかもしくはあれじゃないの、孫悟空とクリリンがあの亀仙人の修行で亀の甲羅背負って山登ったやつじゃないの、ね、クッパ雪。これクッパ雪だわ。クッパ雪。そう。また新しい雪がついたな。クッパ雪。よいしょ。電波ね、この5合目から6合目のあたりが一回ね、悪くなるから、一回切れるとは思うけどね。よいしょ。のりちゃん意外とね、歩くの早いけどね、途中で遅くなったりするのよ。いやちょっと待ってね、一回で。よいしょ、ちょっとこれで伸ばしていこうか。これね、ちょっと、よいしょ、自撮り棒を、この状態で行きましょうかね。よいしょ。ケーブルの長さが、OKOKOK。よし。これでどうすかね。これで、おわぁ、あ、広く見える。広角レンズ使わなくても広く見えるし、イヤホンマイクを使ってるから、声も近い。そして画質もいい。いいね。うん。しかし、自撮り棒が長いから、手首への負担が半端ない。いい感じ？ OK？ 手首への負担はかなりきついぜ。登山者はやっぱね、このシーズンしかないから、富士山は。もう、うん、7月、8月しか登ることできないから、もちろん日本人もいるけど、海外の人も結構いるよね。うん、よいしょ。風はね、ちょっと少なくなった、今。あ、こんにちは。
これ雷落ちるやつだ、これアンテナにな。うん、こんにちは、山の挨拶、こんにちはつってね、行きましょう。うん、よいしょ、うん、おはよう。いやいやいや、まあまた風が出てきたな、これ。また風が出てきた、風、木が揺れてる、木々が揺れてますよ、うん、みんなこういうボンバーマンみたいな格好して登るんだ、ボンバーマンみたいな。まあ今はまだね、大したことはないけど、これ上に行けば行くほど雨が強くなり、風は吹き、うん、ね、空は荒れ、大地は怒り、雷鳴が鳴り響き、うんうん、悪の大魔王が復活するんだよ。そう、そう。俺は今日は何しに来たかって教えてあげようか。今日は富士山に何しに来たか。ね、みんなに。俺はあの富士山を登りに来たわけでもない。今日は富士山にかかと落としをしに来たんです。今日は富士山にかかと落としをしに来ましたよ。さあ。一応ね、登れるとこまで登るつもりよ。しかもね、去年もっとしんどかったんですよ。去年はね、俺のバッグの荷物が20キロぐらいあったの。パソコンとか持ってたから。で、うわっ、わわ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 わ、美しい景色が見えるかな。この美しい景色が見れるかな。雲が開いた。ちょっとね、ちょっと今雨が上がって雲が開いた。いいね、うん、いいですよ。そうですね、そうですね、うん、なんかさ、あそこの湖の形がさ、ね、あそこの湖の形がさ、いつも思うの、富士山に来ると。あ、フカヒレみたいだなって、フカヒレスープ飲みたいなって思うの、うん、よいしょ。お腹すくよね、あの形を見ると。ちょっとフカヒレみたいな形してるよね、うん、気仙沼さんかな、うん、さ、南三陸かなみたいなね。高級食材やわみたいな、うん、あれ、のりちゃんがいないぞ。後ろの方にいるのか。まあいいか。まあ俺結構ね、途中でね、遅くなるからね、先にこう歩いてた方がきっといいのと、あとね、あの、これ今年いけるかもしれないっていう部分があって、去年から体重が15キロぐらい減ってるんですよ。体重が15キロぐらいダイエットしてるんだけど、足が軽いぞ。おい、今年の富士山は意外と俺足が軽いぞ。そう、うん、ただ膝がね、もうあの爆弾抱えてるから、あんま無茶はしないけどね。いや、こんな感じで。ちょっと開けてるね、今ね。ただね、上の方はね、もう曇ってる。上の方はかなり曇ってるね。よいしょ。そう、うん。荷物はね、去年ね、20キロぐらいだったの。今年は10キロいかないぐらいに抑えたの。制御したのよ。うん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うん。そうだね。下りがね、やっぱ膝は、下りが負担が強いからね。気をつけようぜ。よいしょ。はい。